警察、北朝鮮の資金源を摘発す、数十箇所を家宅捜索。21日に北朝鮮から不正に入荷したシジミを国産と偽って販売したとして、山口県警などが商社愛好や万寿水産など数十箇所を家宅捜索いたしました。こちら、かなり大規模な捜査になっておりますが、シジミは北朝鮮から中国や韓国などを迂回する形で日本に不正に輸入されており、 外為め法違反の恐れもございます。このシジミは北朝鮮の資金源になっているものとみられ、朝鮮労働党参加の企業と関わり合いのある全国各地の水産会社などで作るネットワークが今回の犯罪行為を実行してしまっておりますが、こちら、今回摘発されたのはシジミでございますけれども、ハマグリなどのその他の海産物や衣服、砂利、またその他の 違法な物品が日本に輸入され北朝鮮の資金源になっている恐れがございます日本政府には国内に存在してしまっている北朝鮮の資金源の壊滅を速やかに目指していただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました